Bye.
ビーチ、かじるステージお越しの皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。ちょっとフライングがいた、フライングごった。一緒にやるよ、せーのでいくよ。皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。息ぴったりでした、ありがとうございます。踊ってみたから飛び出した広島のモモドル、太もも天使のアイラブユアイリです。アイリちゃんで覚えてください。よろしくお願いします。アイリちゃん、ということで本日、2ステージ目、今日は最後のステージとなるんですけれども、もうみんなね、さっき声出ししたからね、もうめっちゃ声出ししとったけ声バッチリ、でももっともっと出せる。厳しい厳しいからね。まあ、みんなね、アイリちゃんの活動も知ってくれてる人も多いと思うんだけど、広島と東京を中心にアイドル活動しております。先ほどもちょっとプロフィール読んでいただいたんですけども、この秋からはですね、秋高田市に移住して、地域おこし協力隊というね、お仕事もしながら、秋高田市に馬カフェを建設中です。馬カフェ作るよ、みんな来てね。まだ来たことない人ばっかりなんじゃない？まだ行ったことないよって人、はい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 、はい、ちゃんと来なさいよ皆さん。今日顔覚えて帰ったけんね、ちょっと今日顔覚えたけんね、ちゃんとチェックリスト作るけん。この人は来た、あの人来てないとかってやるけん。で、次はね、6月の1日の土曜日の夜に、そのよ、ナイト埋まるフェスっていうイベントやりますので、ぜひX とか確認して見に来てくれたら嬉しいです。で、アイリちゃん、この今日第28回の横川不思議市なんじゃけど、多分第18回とかなんかそのぐらいの頃からアイリちゃんお世話になっててですね、横川不思議市、アイドル歴実はこの5月来月の5月で12周年、おめでとう。ありがとうございます。12周年を迎えます。12周年のうち10年ぐらいは横川にすごくお世話になっていてですね、私にとっては切っても切り離せないとっても大切なホームのステージになってます。で、そこで会える皆さんともね、お久しぶりって人も結構いっぱいおって、なかなかエリちゃんもステージがちょっと減ってきてたりとか、東京のライブしてたりとかで会えなくなっちゃった人とか多いんですけど、最近また久しぶりって人がいっぱいいっぱいいて、エリちゃん嬉しいですね、久しぶり。本当に久しぶりの人たちだったら、こっちが動揺するけ、ちゃんと今日行こっかなみたいな連絡、久しぶりに会おうと思ってますって、もしかしたらいるかもしれませんって、これでごまかしちゃあかんよ。はい、変わってなくてびっくり。もうみんな変わってないね、変わってないね、みんな変わってない、びっくりする。みんな何か使ってる、いいの何か使ってる。アイドルを見てしっかり元気もらってるのかな。アイリちゃんもますます頑張って、アイドルらしく、だんだんちょっとね、アイドルの昔のなんか清楚さ、可憐さが最近失われかけてるんじゃないか、乾杯の方にちょっと気持ちが行き過ぎてるんじゃないかと思ってるので、ちょっとまた改めてキュンキュンで頑張りたいと思います。イエーイ、ありがとう、ありがとう、ありがとう。で、続いての楽曲は、皆さんに元気の気持ちを届けたいという気持ちで歌わせていただきます。3曲続けて歌わせてもらうので、皆さん最後まで楽しんでいってください。それでは聴いてください。エイブ。Bye.
Yeah.
軽に声掛けに来てください。お待ちしております。以上、I love you 愛理でした。ありがとうございました。どんな友達も新年行こうね。バイバーイ。ありがとうございました。楽しかったですね。